Xin chào các bạn, mình tên là KZY. Hôm nay mình sẽ nói chuyện về học tiếng Việt. はい、どうも皆さんこんにちは、KZY です。さっきですね、ちょっと仕事が終わって今ちょっと動画、撮っていこうと思います。で、まあ、今日はですね、引き続きちょっとベトナム語の勉強を、やっていこうかなと思ってるんですね。はい、じゃあね、今日も、今日の分ちょっと勉強していきたいと思います。で、はい、じゃあやっていきましょうか。レッツゴー。はい、というわけで今日の分のベトナム語の勉強が終わりました。初めの方はですね、なんか頭とか体に関する単語の勉強をしてたんですけど、ちょっと途中からこれは頭に全然残んねんなっていうところで、まあ、ちょっと路線変更をしました。途中から YouTube の、ラクラクベトナムっていうチャンネルさんですね、そのチャンネルさんを見ながら勉強した次第です。このチャンネルすごい面白いかつ、ベトナム語の勉強にはもってこいなチャンネルだなと思っていて、というのは、まあ、まず例文が超面白いというのがまずあって、であとは、まあ、めっちゃ日本人の人向けで、勉強しやすい動画なんじゃないかなと思ってます。ぜひ、ベトナム語を勉強している方で興味のある方はぜひこちらのチャンネルも覗いてみてはいかがでしょうかというところです。はい、というわけでね、今日の分のベトナム語の勉強も終わったので、まあ、そろそろ寝ようと思います。ちょっとですね、まあ、今日、まあ、仕事終わって、まあ、ジム行って、まあ、ちょっとかなり、まあ、いい感じに疲れてるんで、まあ、ちょっと今日勉強したこと忘れないように、まあ、ちょっと頭の中で繰り返し覚えながら、まあ、今日は、今日という一日を終えようと思っています。このチャンネルがいいねと思った方は、高評価とチャンネル登録を忘れずに、していってくれるとめちゃめちゃ嬉しいです。また、僕の成長具合をですね、ベトナム語の成長具合を今後見ていきたいよって思う方はぜひぜひ、他の動画も含めて、ご覧いただければなと思ってます。じゃあそんな感じで今日は、終わりにしたいと思います。じゃあおやすみなさい。バイバイ。